タケモチセカンドです。今日はね、韓国人が喜ぶ日本土産を紹介したいと思います。まあ、韓国にね、旅行によく来る方とか、韓国に知り合いがいる方、韓国に留学する予定の方とかね、結構参考になると思うんで、よければね、見てください。じゃあまず1つ目、このロイスのね、生チョコレート。これって韓国人が日本旅行した時に買って帰る定番のお土産なんですけどね、安定した美味しさですよね。本当に美味しい。それで期間限定味あげるのがおすすめです。で、次がこれ甘納豆。甘納豆ってね、これ見た目もね、結構いろんな豆の種類のやつが入ってて綺麗ですよね、見た目。それでね、韓国って意外と甘納豆って売ってないんですよ、日本みたいな甘納豆は。なのでね、結構喜ばれます。じゃあどんどんいきます。で、次これ、よく日本のスーパーやコンビニで売られてる和菓子の詰め合わせ。もう簡単に袋に入ってるやつでいいです。私はよくこの友達の和っていうやつ買うんですよ。これね、ミニどら焼きとかおまんじゅうとか小さいもなかとか、結構美味しい種類ばかりが入ってておすすめです。韓国で買うとね、輸入品コーナーにはあるんですけど高いんですよ。なんでまあこういうのね、いくつか買ってあげても喜ばれます。まあ、とても韓国でも買えるっちゃ買えるんですけどね。で、次これ、赤福。韓国ってあんこ食べる文化があるじゃないですか。なので韓国人の方にはすごく喜ばれます。あげた韓国人の友達みんな美味しいって絶賛しました。中のお餅ももちもちだし。ただね、賞味期限が短いんですよ。2日か3日ぐらいかな、夏は2日だったと思いますね。あげる時に冷蔵庫に保管すると、餅が硬くなって美味しくなくなるよってちゃんと忠告してあげてください。買ってすぐあげれる人にだけはこれがいいと思います。そしてこれ、キットカットの日本酒味。これは定番ですよね。韓国人が日本に来て買って帰るお土産のほんと定番なんですけど、お酒が好きな人にはめちゃくちゃ受けがいいんですよ。まず揚げた瞬間にすごい喜びますよね。キットカットって世界的にみんな知ってるし、お酒バージョン、日本酒バージョンって言ったら多分日本しかないかな。よかったらお酒が好きな友達にあげてみてください。ではこんな感じかな。以上、韓国人に喜ばれる日本土産のお話でした。